おまん、俺と勝負してるんか。ごめん、すんごいさ、いいところで切ったんだけどさ、だいぶ更新してなかったよね、すまん。確かニオルートの今パート3だっけ、このパートが。でね、今ね、私口内炎が口の中に3つあるんだけど、ちょっとすごく喋りづらいんだけど、ちょっと堪忍してね。ルールは簡単、投げたコインの表裏を当てるだけ。投げたコインの表裏を当てる。負けた側は勝った側の希望通り朝食を用意するぜ。あ、そんなことでいいの？何でも言うことを聞くとかじゃないんだ。なるほど。さあどうする。勝負を受ける、勝負を受けない。いや、受けないとさ物語進まなくね。分かった、その勝負受けるよ。そう来なくちゃの、来なくちゃの。コインを投げるぜよ。うん、さて表か裏当ててみんしゃい。このコインを投げてる間に言うんだそれ。お、表。どうしたの？なんでもないきり。こいたら俺は裏で。結果は表、おまんの勝ちぜよ。なかなかやるの。今日の朝飯は俺が用意しちゃう。朝飯って用意してあるもんじゃないの？突然ですが、におう。そのコイン少し見せてもらえますか？ヤギュ、突然どうしたぜよ。いいから見せてください。仕方ないの。ほれ、いてー、口内炎が痛い。あ、これ両方が表のコインじゃない。ヤギュにはかなわんな。そうなんだ、ま、じゃあ先にさ、約束は約束じゃき。俺はその人の朝飯を準備してくる。その人って言われたら今、先に仁王が表って言えばよかったのね。私仁王君に騙されるところだったのかな。騙されるところだった？いえ違います。ん？あなたはもう騙されていますから。そうなのか。どういうこと？バルス、彼の所持品を徹底的に調べれば、おそらく両方が裏のコインが出てくるはずです。うざ。こういうペテンなら私も文句はないのですがね。では失礼いたします。だから一体どういうことなのよ。いてー、口内炎が痛い。あの、私ね、休みがね金曜日しかなくてね、だからその仕事が終わってすぐに家に帰ってさ、あの朝までドラマを見るのが日課になってるんだよね。だからもう実況撮ろうにも撮れない時があって、昨日は朝8時に寝たかな。黒い白馬にまたがって前へ前へとバックした。黒い白馬、白馬なのに黒なの、おかしくない？突然どうしたの？俺がいつも心に留めしょる言葉、座右の銘ぜよ。うん、それはいいけど、考えてみれば仁王君の言動って全部そんな感じかも。もしかして仁王君って何も考えてない、素直じゃない、自分を見せたくないの。なんか仁王はね、進展でもまだ不思議なキャラっていうのがあれだから、自分を素直じゃない、けなしてるよりしか聞こえないけど、自分を見せたくないの。もしそうだったら、どうにかして仁王君の本質を見つけてみせるよ。それが私の仕事だし、個人的な興味だってあるしね。プリ、プリ、物好き発見。プリ、あ、も、物好きって、私は仁王君にははぐらかされてばかりだよ。ちなみに見たドラマはね、先々週くらいに1リットルの涙見て、で昨日はね、世界の中心で愛を叫ぶっていうドラマを見たよ。あの、泣けるのが好きだからさ。他になんか泣けるドラマないかな。それでは練習を始めましょうか。この二人だとさ、野球の方が身長高いんだっけ。頑張ってね、二人とも。ん？これは？なんぞ？どうしたぜよ、野球。仁王君、これはあなたのペテンか何かですか？靴の裏にガムがくっつきました。どうしてここにこのようなものが落ちているのでしょう？来たね。ガム？いや、そんなの知らんき。では一体誰が。二人とも練習はどうした。察し、
あ、雪村くん、実はね、この説明するのにこんなにフェードアウトする必要ある？なるほど。ここに吐き捨てられたガムがあったというのですか？ええ、そうなんです。犯人が名乗り出ないようなら連帯責任となります、ね、テニスコートにガム吐き捨てんなよ。連帯責任というと？合宿所内でのガムを一切禁止させていただくということです。そんな今日一日の猶予を与えます。犯人が特定されたら私までご連絡ください。わかりました。なんだか大事になっちゃったね。ニオ、君じゃないんだね。ニオ君がそんなことするはずないよ。おまんガムという点から思い浮かぶ人物といえば、これ選択肢ないよね。雪村君、短絡的な結論は危険かと思いますが。あ、なんか学園祭の王子様の方でもあったかも、こういうの。あれ、どうしたんだよ。こんなところに集まって。ガム男。丸い、ちょうどいいところに来た。少し話を聞かせてほしい。雪村くん、あくまでも話を聞くだけですよ。うん、うちの部員があのようなことをするとは思えませんから。なんだよ一体。事情聴取中ですね、これは。ガムが落ちてただ。俺がそんなことするわけないだろう。まあ、分かっている。だが、このまま犯人が分からなければ。後部だったりして。この合宿所内においてガムが一切禁じられることになる。ガム好きな文太としてはちょっとそれは避けたいところだよね。じゃあ何か？犯人でもない俺が謝ってくりゃそれでいいってのか？そうとは言っていない。てんてんてん。くそ、ガムってだけで疑われるなんて納得いかねえぜ。だっていつもガム食べてんじゃん。あ、なんかすごい結構な大事になってんね。確かに、なんだか険悪な雰囲気になっちゃったな。でもあのガム一体誰が？あとはこっちの作業が終われば作業完了。お前かい。今ガムを吐きましたよね。なんだよあんた。ツバじゃないの？向こうのコート近くでも同じようなことしませんでしたか？なんであんたにそんなこと言う必要があるんだ？必要があるから言ってるんです。ちょっと顔見せろ顔。お、まあまあ二人とも落ち着くぜよ。どこだ？あ、音じゃない。なんだよ。どこだっけ、どこ押すんだっけ。これだ、これで、はい、サムネイル決定の瞬間。結構イケメン。これ何出してんの？消しゴム。あ、間違った。なんだっけ、どこ押すんだっけ。これじゃない、間違った、これじゃない。どこ押せばいいんだっけ。これか。今画面一回転した。業者さん、もう一枚ガムはどうぜよ。あ、いただこうか。いった。あ、なんだこれ。あ、パッチンガム。てめえ何のつもりだ。私これのゴキブリバージョンやられたことあるわ。答えなや。ここは俺らの戦場やけ。そこを荒らすもんは誰一人許さんぜよ。なんだよ。悪かった。俺が悪かったよ。なるほど。ガムの犯人は出入り業者の方でしたか。あ、黒部コーチ。ニオ君、ご苦労様でした。選手たちに余計な禁止事項を増やさずに済みましたよ。お手柄ね、ニオ君。俺は仕上げをしたにすぎん。仕上げ？犯人を見つけたおまんの手柄ぜよ。たまたまだけどね、見つけたの。ふふ、ありがとう。早くこのことを丸井君にも伝えてあげなきゃね。プリプリプリピオプピーナ。あ、手塚、久しぶり、イケメン。あー、いませんな。なんかレポートゲットしたいけど、そんな選手はいないな。クリアしたキャラに行ってスキップしよっか。あ、それとさっきのドラマの話の続きだけど、あのね、僕のいた時間っていうドラマも一気見したね。2014年に放送したのかな、三浦春馬主演の。
あれはあんまり泣かなかったけどな。で、恒例の恒例のなんだっけ、プロモーションビデオの時間だ。これ、これさ、タイトルちゃんと覚えなきゃいけないんだよね。あ、匂いた。これでスナイパー匂うね。はい、わかった。追うとこ覚えやすい。おお、どっちサムネにしよう。俺の射撃の腕は100発100中じゃ聞き。じゃ聞き。どっちをサムネにしようかな。あ、でもこっちだよな。こっちだよね、普通。おまんらのハートは問答無用で打ち抜いちゃるぜよ。なんか若干キャラに合ってない気がするけど。そらそうと。なんで俺がおまんらを狙うか。わかるか。その理由は。ニューヨーク、表情が読めないな。もしかしてセリフを忘れてる？指示を出した方がいいかな。応援す、クイックセーブお願いします。クイックセーブお願いします。でもニューヨークのことだから出さないように。応援するはちょっとなんか違う気がする。出さないようにしよう。内緒ぜよ。おまんらのハートとランキングトップの座は俺が射抜いちゃるぜよ。俺に射抜かれたいならさっさと俺に投票しんしゃい。イケメン、イケボ。応援よろしくぜよ。カットバッチリだよ、ニオくん。これなら期待できるかも。合ってたのか合ってないのかわかんねえ。あ、ジャッカルのとこに行くか。あれ、立会だよね、ジャッカル。なんか最近テニプリちゃんと見てないから誰がどの学校なのか分かんなくなった。それにしてもここの施設っていろいろと揃っててすげえよな。うん、そうだよね。トレーニングマシーンだって最新型のばかりだし。遊び道具まであるんだぜ。囲碁もできるなんてびっくりしちまったよ。囲碁やってる中学生なんかおっさんじゃねえかよ。100人一首もあるよね。本当にすごいよね。囲碁が打てるの。ちょっと待って。なんか仁王100人一首あるっけ？囲碁が打てるの？打てるの？本当にすごいよね。なんか仁王の、あ、囲碁やってんのは真田と野球じゃない、なんだっけ？柳だっけ？でもこれ仁王につながるワードがなさそうだから、100人一首ってなんだ？誰だ？まあいいや。俺は打てねえよ。あ、やっぱ柳だった。柳なんかは得意だけどな。なるほどな。ルールが全然わかんないし。いや、囲碁よりも将棋の方がルールわかんないよ。囲碁はなんとなくわかるっしょ。将棋のアニメってあったっけ？囲碁は光の碁があるけど。やった。あ、頬絡めてる。やめて、恥ずかしいから。お、いいね。これを撮ってる声優さんはどんな気持ちで撮ってるんだろう。ご苦労さん。おまんのおかげで疲れがのうなったき。うん、これページ開いてないな。いけるかな。でも3日目だからそんな基本的な情報出ないと思うけどな。ちょっと見ないでやってみるわ。最も正しくない特技、これかな。お、まさかの全問正解だった。集中すると無言になるんだね、私。ずっとミニゲームと、練習のやつだけだったから、ちょっと見ようと話す機会もなかったし、ずっと飛ばしてたわ。飛ばした結果、ずっと夕方になってた。ねえ、この後はどうするつもり？
てんてんてん、無視。おまん、誰ぜよ。うわぁ、ひでぇ。これは、何者？ここは一体？もしかして記憶喪失？何か知中なら教えてくれ。俺の名前は。でも方言はそのままなんだ。早く病院へ。アトベだよ、アトベ。よう、正春だよ。でも私さ、これ押したっけ？押したことあったのかな？仁王正春だよ。仁王正春だよ。わ、好感度マックスだし、やっとくか。仁王正春。それが俺の。めっちゃいい名前だよね。ねえ、仁王くん。記憶喪失のふりなんて、ちょっと現実離れしすぎじゃない？私をからかうつもりなら、もう少し考えてくれないと。プピーナ。プピーナ。承知したぜよ。合ってたっぽい。よかった。本当に記憶喪失だったらどうしようかと思った。こんだけかい。練習が終わった後のコートって静かだな。なんとなくお化けが出そうな。なんちゃってそんなわけないよね。なんかこれも見たことあるよ私。え、あるよね。なんだっけ、これってアトベが一人で練習してたんだっけ。全然覚えてないな。表定、表定。あ、着信音か。ようやく出会う。アトベくん、てかなんでアトベが出るの。あ、その声はあんたか。あんたじゃわかんねえ。もしかしてこのケイタイアトベくんの。ああ、これなんかさっきアトベとちょっぴり会話したんだっけ。ニオがいなくて、その時にちょっと親密度が上がっちゃったのかな。パート1が懐かしいな。よーし、じゃあこのレポート書いて、これパート2だっけ、パート3だっけは終わろう。よし。あ、得意科目なんだっけ、数学だわ。仁王の誕生日なんだっけ、なんだっけ。あ、バツった。一個だけミスっちゃった。いや、人の誕生日なんていちいち覚えてないって。もう覚えてないよ、好きな人の誕生日以外。